24時間元祖スプラトゥーン1の中にある食べ物しか食べれない企画、スプラトゥーン2でもやりましたが、元祖スプラトゥーンでもやっていきたいと思います。まあルールはシンプルに、こういうところにこうやって飲み物あるじゃないですか、これがゲットできるよみたいな感じなんですけれども、ちょっと待って待って待って、何このたこ焼きのジュースみたいなやつ、バカまずそう。前回はあのオレンジジュースゲットしたから、今回はぶどうジュースにしとくか。ぶどうジュースゲットです。まあまずは広場を軽く探していくか。ん、ゲーム屋さんがある。おっ、 GU があるんだけど、すげえ。このでっかいやつ持って今ゲームやってるから、マジででかいからね。元祖スプラトゥーン1のアイドル、塩カラーズ。お、飴食べてるじゃん。飴食べてるっていうか、奥にキャンディー、あやかさすがアイドル、ペロペロキャンディーでかいやつゲットです、イエーイ。さあ他になんかないかな。あ、これ食べ物屋さんじゃん。写真ではあるけど、アイスもうまそうなのあるな、ドーナツも。でも実際にあるわけではないんで、これはノーカウントです。あ、武器が売ってる。これ武器地がいるところだね。ここはまあ玉系だよね。いや服屋さんにね、食べ物なんてあるわけないからな。いや待って、まずいな、広場だとこれしかなかった、キャンディー。まああと唯一の自販の飲み物、ステージにかけるしかない。これはまずい状況です。ちなみに今はシャッツル鉱山デカライン硬化したか、ちょっと見に行ってみますか。さあしょっつる鉱山やっていきましょう。ここは鉱山なんだよ。あ、ある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 、しょっつる鉱山に、え待って、えめっちゃ鉱山なんじゃん。ちょ待って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 、まずここにカップラーメンがたくさんあります。いやカップラーメンが2であるのは知ってたけど、1でもあったか、よかった嬉しい。あと敵陣地の方になんかポテチの食べかけみたいのがあったんだよな。ちょっと待って待ってね、あれちょっと見に行きたいけど、ちょっと待って、見に行けっかな。皆さんスプラトゥーン1の必殺技見せてください。これなんですよ、これ強くない？でこれ、あ、こう、はい、最強なんですよ。皆さん見た？やばいでしょ。ちょっと待って、そんなことより俺はもうポテチにしか目がないんだから。ちょっと待って、頑張って、こっから見えるかな。はい、見えない、ポテチ見えないか。ほらポテトチップスが飛び散ってるもん。いるな、お前気づいてんだよ。えい、あぶねえ、超ギリギリ。あと他はなんかなさそうかな。いやここでバーベキューとかめっちゃしてるけどな。うわ、お弁当あるんだけど、お弁当ほら、うわー、これでイカ焼き食べちゃダメ、それはダメだもんね。うわ、お弁当の中身見てー。これさりげなく入り込んで奥にボム投げて、そこ手前撃つ。あっ、久しぶりの元祖スプラトゥーンは負けちまったよ、煽られたしよ。まあでもポテチとカップラーメンゲットです、イエーイ。さあ今度はデカライン硬化したです。インクの色がピンクですごい可愛らしいですね。さあここのデカライン硬化した、硬化したというだけあって食べ物はなさそうだけど、頑張って探すよ。マジザトーマーケットってマジでいいとこだったんだな。ここの中とか室外機みたいなやつしかないもんな。あー、てか懐かしい、っていうか懐かしい、このステージ、いやバカ懐かしい。ここ特になんもないな。うわ、トルネード、こんなのあったな、そういえばすごいな。あ、お前ボムラやってるけど、ここだろ、こっちだろ、ここか、こっちだろ、こっちだろ、いるな、そこ、ナイス、それも俺カバー入れる、あと一発、ナイス。うわ、今のでサポートキル入んないんだ、3発当てたぜ俺。これが元祖スプラトゥーンですよ皆さん。バーッと見たけどデカライン硬化したは何もなかったです。さあ今度はガチマッチ、ネギトロ炭鉱。いや炭鉱だからね、うん、なんか基本的になんか工場炭鉱系はないからね今までって思うじゃないですか皆さん。ここはなんと一つ知ってるんですよ俺。まあちょっとね余裕があるときにねみんなに見せたいんですけれども、これエリア左か、左エリアから関与しようか、よいしょ、シールド、お、ナイス、塗るわ、塗る塗る塗る、よいしょ、いいね。みんな知らないでしょこのステージと。はい皆さん見てください、あそこヤングドーナツがあるんですよ。やばい、待って待って、やばい、待って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 、なんとかやったけど危ないよそれ、危ない。ちょっと待って、もう一人もう一人もう一人、ローだよローだよローだよ、
ヤングドーナツとか言ってる場合じゃなかった。ほら、あそこにヤングドーナツあるんよ。いや、みんなさ、あれヤングドーナツじゃないよって言うと思うんだけど、あれマジでヤングドーナツにしか見えなくて、マジヤングドーナツ、ヤングドーナツ言ってたら、ヤングドーナツさんの会社じきじきからね、ヤングドーナツをめちゃくちゃもらった過去があります。そう、ヤングドーナツグッズももらったことがあります。なので、あれは歴史としてヤングドーナツです。ヤングドーナツゲットー。ここに置いてこうするけど、いや、2発当たったじゃん、今。ペチペチ言ってたじゃん。シールド置いて。あ、1枚やった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 。やばい、スプラトゥーン1楽しいね、これで。こう置いて、降りてきたところやるだけ。まずい状況。まずい状況、うわー、よいしょー、試合に向かってヤングドーナツもゲットでーす、イエーイ。モンゴルキャンプは歩いてやっていきたいと思いまーす。さあ、なんかあるかな、すごい自然な音。この水の音と鳥のさえずり、なんかキャンプ場みたいな感じでめちゃくちゃいいよね。水もすごい透き通ってるよ、ほら。そこにインクをポチャリと。なんもないかな。ガチマッチだとさ、なんかクラゲいなくなるんよ。レギュラーマッチの時はクラゲがね、なんかウニウニ周りにいたかもしれないけど、そうそう、だからすっごいね、誰もいないキャンプ場みたいな感じになってるんで、まあ人がいないってことは多分ない、そんな感じかな。いやー、ないなー、モンガラキャンプ。マジショッツル鉱山がレアなんだよな。え、すげえ、見て、ここ歩くと縄の音聞こえる。ほらほら、気持ちいい、なんか音ヘッジみたい。さあ、元祖スプラトゥーン1のヒーローモードに来ました。ここにも何かあるかな。てか懐かしい。懐かしすぎる。何年ぶりだろう、ここに来たの。懐かしい。お前2でも捕まってるぞ。うわー、おら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 、やばい、ないなー。もう無理やりこの辺から探そうと思ってるから。ちょっと待ってね、これで、これどこだ、ステージ。ネギトロ炭鉱か。ネギトロはもうね、いいよ、やったから。あのオクトと戦うといろんなステージいけるんですよ。塩の目湯で、え、あるかもしんない。ちょっと見に行こう。うわ、懐かしい、塩の目。いやー、でも塩の目も工場だからな。え、頭にワカメついてる。ワカメついてるぞ、あいつ。ワカメゲットして、なんだろう、いくらこれ。じゃ、で、あ、これ電池ナマズだったわ。うわ、お前ワカメついてんじゃん。ワカメゲットです、イエーイ。お、ワカメ小娘塩の目ゆでって書いてあったんだけど、やっぱりワカメだ、あれ。すげえ、ワカメゲットです、イエーイ。はい、ということで、手に入れたものを発表したいと思います。ペロペロキャンディ、カップラーメン、ポテチ、ワカメでした、イエーイ。いや、思ったよりなかったね。スプラトゥーン2の時より少なかったけどね。あのね、スプラトゥーン2のザトウマーケットがもうね、マーケットだからね、そりゃ。やっぱりザトウマーケットが強かったとこあったね。いや、スプラトゥーン1でもなんかあったっけな。まあでもカップラーメンね、いっぱい散ってたと思うんで、普通にカップラーメン食べてね。あの、他にもね、ポテチ食べたり、キャンディー食べたり、まあ普通に嬉しい一日になると思うんで。はい、実食編どうぞ。じゃーん、たくさん集まりました。カップラーメン、ポテトチップス、わかめ、ペロペロキャンディ、ヤングドーナツ。わー、朝ごはんはわかめを食べたいんですけれども、まあ料理しました。はい、こちらです。わかめスープでございまーす。朝はね、正直こんだけわかめ具沢山だったらね、こういうのでいいんですよ。いただきます。うーん、体内の血液全部これにしてほしい。はい、昼ご飯です。昼ご飯はこちら、なんかお菓子系を食べようかなと思います。なんかもうおやつみたいだよね。ちっちゃいドーナツいただきます。え、ちょっと待って待って待って、これヤングドーナツって書いてあるじゃん、名前。俺ヤングじゃないじゃん。え、ちょっと待って、え、ちょっとみんな警察には言わないで。ね、やめて。どうしようどうしよう。やばい、懐かしい。それこそヤングの時に食った以来だよ、本当に。やばいな、この企画で食えるも開かない。うわ、懐かしい。いただきます。うん。あんまチュパチュパしてるとこ見られたくないし。ほら、ぼやかして映ってるからあれだけどさ、あんま舐めたやつ見せんのもはずいし、めっちゃこれ食べ終わんの時間かかるし、尺長いし。うん。
はい、ということで、夜ご飯というよりなんかもう朝になっちゃったんですけど、最近ね、生活リズムがちょっと狂ってて、はい、24時間みたいな感じでやってるんで、まあ一応夜ご飯みたいな感じで、もう普通に眠いぐらいなんで、夜ご飯という感じで食べていきます。まあ、ラスト、カップラーメン一つ。もうね、間違いなくうまいんすよ。もうね、ただカップラーメン食うだけなんよ、今俺がこれ見せる動画って。やばくないこれ。うわー、うまそう。いただきまーす。スプラトゥーン2でも元祖でもさ、どっちにもさ、カップラーメンってあったじゃん。なんかどっちもさ、食べ終わったやつがもう捨てられてるみたいな感じじゃん。このね、日常でそんなのがあったら嫌だけど、スプラトゥーンに関しては、最高です。